東京競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。先行争い、何が行くでしょうか。エレインフィネール、前に行きそうです。エレインフィネール、先手を取りました。連勝中のサクセスフォワード、2番手を追走しています。白の帽子、竹田カンパニー。その後ろ、並んで栗色の馬体、エンジンキャリー、エンマアルビレオ。この馬もこのグループ。これに続いて、都アルキオーネ。内からはエンマサークル。その外から大宅スティール。この辺りで各馬大欅の向こう側を通過。さあ先頭はサクセスフォワード、エレインフィネール。ほとんど差がありません。エンジンキャリー3番手、サクセスフォワード。逃げる逃げる。4コーナーカーブから直線コースに向きました。サクセスフォワード先頭、リードは1馬身から2馬身。テンマルビデオ懸命に追いすがります。サクセスフォワード先頭、その差は1馬身から2馬身。テンマルビデオ2番手、手応えはどうか。残り 200m、 ここで後続が襲いかかる。2番手はテンマルビデオ。サクセスフォワード先頭だ。サクセスフォワードゴールイン。2着はテンマルビデオ、3着にエレインフィネール。サクセスフォワード見事な勝利です。京都競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはセイウンインサイド。綺麗なスタートを切りました。前へ行くのがセイウンインサイド。ルージェイビー競りかけていきました。先手を取ったのはルージェイビー。その外からダノンフォーエバー。勝負どころ 3,4 コーナー中間、セイウンインサイド。早くも先頭セイウンインサイド、さらにリードを広げました。2番手はルージェイビー、セイウンインサイド。このまま逃げ込みを図れるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はセイウンインサイド、間が空いてダノンフォーエバー、間が空いてルージェイビー。その外からはベンマセシル、内からはセシルアスリー。その外からはベーシンゴシム。4コーナーをカーブして、さあこれからです。セイウンインサイド先頭、その差は2馬身から3馬身。テンマセシル2番手、手応えはどうか。外からダークオーラだ、200を切った。先頭はセイウンインサイド、外から一気に突き抜けるか。ダークオーラだ、テンマセシル、テンマセシル先頭だ。テンマセシル、わずかにテンマセシル体勢有利。東京競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。キネマコーラ、前に行きそうです。エンマトライブ、それに続いています。さらにはシフピングゲール、18番タイガーレター。その後ろ、先手を取ったのはエンマトライブ。これに続いてエンマスワンシー、すぐ後ろにサクラグレンスタル、その隣に名勝バーリー、ここにガルーチャポーラ。この辺りで各馬第一コーナーに殺到していきました。その外からプロリスウィッシュ、その外に明治ガルダン、スープアンジェラ、そのうちに続いています。その外にエリモジー、並んで14番新世紀デュンス。
アドマイヤクロード、この馬もこのグループ、キャッシュバンナー。前走から久々の競馬となりますが、どうでしょうか。その横にジュールズオー、1000メートルを通過しました。ここまでほぼ平均ペース。展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身。よどみのない展開になりました。スパイハピネス。すぐ後ろ、最後方にキュアサブリア。各馬、鮮やかなターフを進んでいきます。前の方からもう一度。3番エンマトライブ依然として先頭リードは1馬身から2馬身1番人気のキネマコーラ現在先端に取り付いています黄色の帽子エンマスワンシーその後ろこの辺りで各馬大欅の向こう側を通過さあ先頭は依然として5号エンマトライブ2番手はキネマコーラこれは絶好の手応えエンマスワンシー3番手さあ直線に入りましたこれからの勝負テンバトライブ先頭外から勢いよくキネマコーラ先頭テンバトライブ2番手手応えはどうかキネマコーラ先頭あと 200m ここで後続が襲いかかる2番手はキャッシュバンナーキネマコーラ先頭はキネマコーラ1着でゴール2着はキャッシュバンナーキネマコーラ見事な勝利ですKyoto競馬場本日のメインレースの発走ですスタートしました各馬綺麗なスタートです先行争い何が行くでしょうかトミケンスコッツ前に行きそうですビルドソフィそれに続いていますさらには内崎メドレー16番東海キーナーその後ろ先手を取ったのはトミケンスコッツガノンレルそれに続きますその外からマイネルスラッグその後ろにアンダースターリーホルスアルキオーネ前走に続いてここも好走なるでしょうか少し離れてインターブリンガー続いています緑の帽子競泳ブルースその後ろ1番人気のスティーブスリド現在馬群の中ほどにつけていますその外にセイウンスターリー内からはセシルマタその外にルージュレース並んでコムオーベルズミッドサマー最後方にシンプリーキッドこの辺りで各馬第3コーナーに入りますさあ先頭はまだ地方からの挑戦トミケンスコッツホルスアルキオーネほとんど差がありません三崎メドレー3番手スティーブスリドこの位置は果たしてどうでしょうこの辺りで後続がぐんぐん追い上げていきますさあ先頭はホルスアルキオーネ4コーナーをカーブしてさあこれからですホルスアルキオーネ先頭あと 200m 先頭は変わって東海キーナーしかし後続の足移動もなかなかいい声優スターリー迫る声優スターリー声優スターリー1着2着は東海キーナー見事に勝ちました声優スターリースティーブスリードこれはどうしたことでしょう着外に沈んでしまいましたyou